ちょっと行こうかなって、これと、こっちで悩んで、こっちから飲んで、あ、いいね、あ、ちょい、色が綺麗、うん、うん、大人っぽい、うん、大体15分、結構ちっちゃい、色が綺麗、なんかやっぱ色綺麗なのを選ぶのがショコラさんは上手ですね。確かに。このシャツ大好きだ。かわいい。うん、黄色あんまりでも着てるイメージないから新鮮ですね。でもなんか明るいからね、夏とかも袖めくって着やすいカラーだからね。やっぱちょっと薄手でなんかテロテロしてるっていうのもあるし、薄くてめちゃくちゃ着やすい、ガチビンテージ感覚しないこのダメージくらいはなんとすげえ着やすい、すげえかっこいいのが今レイドンあ、おぉ、めちゃくちゃ似合ってる。これインディゴですね。生地はデニムではないけど、そうですね、デニムに近いコットン、いわゆるワークのあのユーロのワークのあれにインディゴ乗せてるんです。フレンチ、このパンの感じもいいし、ポケットが中につくんですよ。あの雨水がたまんないように。今日の格好にめっちゃ合う、めっちゃ合ってます。うわすげえ。完璧。マサオさん、どうですか？その丈が横幅が細いとかっこ悪いですよ。丈があったら短いのすげえ新鮮で、俺も夏にウトバゼンしたけど、オリジナルでレイオンシャツの半袖作るんですよ。のが短いです、めっちゃ短いです。で幅はあるんです。馬っぽいっすよ。そう、ブランドっぽいよ。そっちの方がショコラさん似合いますね。やっぱボックスが似合うっすね。むしろ俺も丈長いの飽きちゃってるから、みんな。あ、わかります。でみんなもう何枚も持ってるから丈長いのは。フランスのフィッシャーマンって2D で作られてて肩張るんですよ。ガンジーセーターとかもう 2D で、1930年代アメリカのジョッキーのコスチュームです。縦落ちのサテンです。これ裏返してきてもかっこいいんですよ。で、こっちは横落ちしてるんですよね、糸が。横落ち、はい、表は縦で。地域とまたちょっと雰囲気違う。そうですね。ちょっと、これは上位になったんですけど。マジか。あー、もうかっこいいですね。かわいい。買います。やばい、本当に買いすぎっすよ。
概要欄にインスタとか撮るので、気になる作品、見る手でも嬉しいです。はい。
いや俺このウエスタンの感じすごい好き。昔はやったことあるけどめっちゃ大変ですごい時間かかったから相当手間かかった。スペシャルバーデニムシャツに比べてまたデザイン違うんですよね。ダメージ感とかはちょっと少なめですけど、はい、まあ、部分的なダメージ入れてのアテナのこれはあの古着で昔の大正時代とかそういう時代の古着でをあてがってたたきグリーンというかポイントポイントで入るような感じにしてます。どっちが来てくれたら嬉しいな。ルールのモヘアで、あ、モヘアってそうです。こっちはシルクモヘアで、網で編んで、これ男性が全然つけていい。そう、全然。で、いける感じですよね。これはヘアバンドで、首にこうやって、あ、ネットの巻き方。うわすごい、だいぶセンスの主張の強い目指し子。この絵を描いてみてください。ちょっとボールペンで点画で描いてみてください。えー、すごい。あの猫を飼ってるのはこちらの。すごい、なんかいろいろつながりがすごい。あの猫の飼い主、飼い主で、あの携帯の裏に貼ってる。どう、本当だ。かわいいです。ゆみさん、リオさん、リオさん、大人気らしいんで、どこやらない。お店大体のまで、彼女も美容師、あ、じゃあ、一緒に紹介で、あ、本部とか、あとやってでも大体のまでやってみてください。お店の名前はラウンっていう、RUNっていう、女性の曲が多いですね。あとメンズも、メンズ、はい、メンズも聞いてます。はい。シュチュールで、で、これ、はい、ユーセイクに入って、はい、その作ってもらって、はい、あとこれに包んで、お渡しして、お渡ししてて、ちょうどここがこう、力の順番に繊維で、あー、何かが出る。そう、そうすると私の、あのブランドのロゴが出てくる。それをちょっとわがままで伝えてこのポスターにしてもらって、使い終わった放送紙をポスターにしてもらって、確かに
Yeah.